皆さん、こんにちは。今回の動画では、平将門と北斗七星という一見関係のなさそうな2つのテーマに隠された深いつながりについて解説します。まず、そもそもの舞台、古代日本をイメージしてみてください。古代日本は数々の伝説や神話が生まれた時代。この時代の人々は自然や星々に神々の存在を見ていました。そしてそれらの神話や伝説は人々の日常や信仰、政治に深く影響を与えていました。特にこの時代は天皇を中心とした中央集権国家が形成されつつあり、それに伴い多くの勢力争いや反乱が繰り広げられていました。平将門は10世紀の武士で、平将門は関東地方で独自の政権を築き上げることを試みました。平将門の名は新スメラギとして、東国での独立を試みた反乱の首謀者として多くの史書や物語に記されています。しかしその試みは成功せず、平将門は都の武士たちによって討たれました。平将門の反乱は短期間で終わりを告げましたが、平将門の名は東国の英雄として多くの人々に記憶されています。北斗七星についても触れておきましょう。北斗七星は夜空で最もよく知られている星座の一つです。古代日本ではこの星座は天の奥間として神聖視されていました。実はこの北斗七星の信仰は古代日本だけでなく、世界中の多くの文化や宗教で共有されているテーマなのです。この星座は農耕や季節の変わり目、さらには方角を知る手がかりとしても使われていました。つまり人々の生活や信仰に深く関わっていたのです。次に、平将門と北斗七星の関連性は一体どれほどの部分が事実で、どれが後から生まれた伝説なのかを考察してみましょう。理由として、多くの歴史的伝説は事実に基づいている部分と後世の解釈や誇張が混じり合って語られてきました。例えば、平将門が実際に北斗七星を崇拝していたという証拠は限られていますが、平将門の勇猛さやカリスマ性が後世の人々に星のような存在として語り継がれてきた可能性が考えられます。この関連性を裏付ける可能性がある古文書や考古学的証拠を見ていきましょう。実際には平安時代の文献や遺物から平将門と北斗七星との関連性を示唆する情報は見当たりません。しかし、平将門の首塚周辺や平将門が影響を持っていた地域での考古学的調査によって星を模した装飾品や遺物が発見されることがあります。これは平将門が何らかの聖夜中に関連する信仰を持っていた可能性を示しているとも言えます。日本だけでなく、世界中で北斗七星に関する信仰や伝説を探ることで、この星座の普遍的な意味や重要性を理解するヒントを得ることができます。例として、中国では北斗七星は七星として命運や安命を司る神々として崇拝されてきました。また西洋の文化や神話においても、北斗七星は航海の際の目印や農作業の際の時期を知る手段として重要視されてきました。これらの事例から、平将門が何らかの形で北斗七星と関わりを持っていた可能性は他の文化との比較を通じても十分に考えられるのです。次は、伝説の背後に隠された真実に迫ります。平将門と北斗七星、この2つがどのような背景から結びついたのか、それにはどのような意味や背景があるのか、一緒に探っていきましょう。まず、平将門が北斗七星を崇拝していたとされる背景には、平将門自身の信仰や当時の宗教的背景が影響していると言われています。というのも、平将門の時代には天の動きや星々の配置は運命や命の流れを示すものとして非常に重要視されていました。具体的には、北斗七星は命や安命を司る神々としての役割があり、平将門自身も自らの運命や役割をこの星座と関連づけて考えていた可能性があります。北斗七星に関する神話は古代から日本各地に存在しています。その多くは天の神々や命の起源、運命を司る神々としての役割を持つ星として語られています。例として、古事記や日本書紀には天の神々としての北斗七星の神々が登場します。これらの神々は人々の命や安命を見守り保護する役割を持っているとされています。
平将門が北斗市知性を特別視していた背景には、これらの神話や伝承が影響している可能性が高いです。平将門の時代、10世紀の日本は宗教的にも非常に複雑な時代でした。古代の星座信仰や神道、そして仏教が混ざり合い、新しい信仰や神々が生まれていました。具体的には、北斗市知性を中心とした星の信仰は古代からの日本固有の信仰と仏教とが結びつき、新しい形の信仰が生まれていました。平将門自身もこのような複雑な宗教的背景の中で自らの信仰や哲学を形成していったと考えられます。私たちの歴史や文化における伝説や信仰は時代を超えて様々な影響を及ぼしてきました。特に平将門と北斗市知性の関係についても、その影響は計り知れないものがあります。さて、その具体的な影響とは何でしょうか。平将門と北斗市知性の伝説は多くの人々に影響を与えてきました。歴史的に見て、この伝説は戦国時代や平安時代の武士たちにとって勝利や栄光を願う象徴としての役割を果たしていました。なぜなら、戦いの前に星を見上げることは勝利を願う儀式の一部として行われていたからです。そして北斗市知性は勇敢さや力の象徴として多くの武士たちに崇拝されていました。現代でも平将門と北斗市知性の伝説は忘れられず、多くの地域で祭りや風習として受け継がれています。例えば、一部の地域では夜空に輝く北斗市知性を見上げながら平将門の勇敢さや力を称える祭りが行われています。また、一部の寺院や神社では平将門と北斗市知性を祀る特別な儀式や祭りが行われており、多くの人々が訪れてその力を借りようとしています。伝説は時代とともに変わっていきますが、その核心部分は変わらず継承されてきました。現代の多くの学者や研究者は平将門と北斗市知性の伝説を日本の文化や歴史の中での信仰の一部として捉えています。具体的には、この伝説は古代日本人の天や宇宙への畏敬の念、そして人々の運命や命に対する考え方を示していると考えられています。そしてこの伝説を通じて、私たちは古代の日本人の心の中に触れることができるのです。私たちがこれまでに探求してきた平将門と北斗市知性の伝説、この伝説の真実性や重要性を再評価し、その背後にある深い意味を理解することは日本の歴史や文化をより深く理解するための鍵となります。伝説の真実性とは、数多くの物語や話の中でどれが事実に基づいているのか、そしてどれが後の時代に綴られた創作なのかを見極めることです。私たちが今までに探求してきたことから、平将門と北斗市知性の関連性は歴史的事実だけでなく、多くの伝説や神話にも基づいています。そしてその背後には人々の願いを忘れ、信仰心が深く結びついていることが理解できます。今後の研究では、この伝説のさらなる真実を探るための新たな方法やアプローチを考える必要があります。例えば、最新の考古学的発見や古文書の分析を通じて平将門と北斗市知性の関係に新たな光を当てることができるかもしれません。また、他の国や文化との比較研究を通じて、この伝説がどのように形成され、どのように伝えられてきたのかを深く理解することも重要です。皆さん、これまでの探求を通じて平将門と北斗市知性の伝説の深い意味や背後にある真実について一緒に学べたこと、本当に感謝しています。歴史や文化を学ぶことは、私たちのルーツやアイデンティティを理解するための重要な手がかりとなります。そしてこの伝説を通じて、私たちは古代の日本人の思考や価値観、そして信仰に触れることができました。今後もさらなる真実や深い意味を一緒に探求していきましょう。私たちの旅は平将門と北斗市知性の不思議な結びつきを探るものでした。そしてその過程で多くの驚きや新たな発見がありました。この内容が皆さんにとっても興味深く有意義なものであったことを願っています。皆さんの意見や感じたこと、新たな情報や提案などコメント欄にてシェアしていただけると嬉しいです。私たちの探求は皆さんの参加と協力によってさらに深まることでしょう。次回はさらに深く日本の歴史や伝説を探求する特別なエピソードをお届けします。このチャンネルが気に入ったら
ぜひとも登録ボタンをクリックしてください。そして、高評価や通知の設定もお願いします。これにより、新しいエピソードがアップロードされるたびに、すぐにご覧いただくことができます。皆さんと共に、日本の歴史や神話の深淵を探求していくこの旅、次回も私たちと一緒にその魅力を体験してください。それでは、また次回にお会いしましょう。